覆面。押し出板は、左右2列に分かれず1列となる。タカチホヘビ、学名、アカリネススピナリスは、タカチホヘビかタカチホヘビ属に分類されるヘビの一種。タカチホヘビ属アカリネスピーターズ、1869? のタイプ種。日本、中国南東部、ベトナム。全長30から60センチメートル。体色は、褐色で。 小中線状に黒い縦縞が入る。鱗には虹色の光沢がある。幼蛇は体色が暗化色で縦縞が不鮮明。森林等に生息する。夜行性で昼間は落ち葉や倒木の下等にもり休む。雨天時には昼間でも地表に現れ活動することもある。植生は動物食で甲虫類の幼虫やミミズ等を食べる。 繁殖形態は、男性で、7月下旬から8月にかけて、3から13個の卵を産む。高千穂ヘビ属には9種ほどが知られるが、本種はそのうちで最も早く記載され、その新種記載時に本種をタイプ種として、高千穂ヘビ属アカリネスも合わせて創設された。日本国内の研究者には、高千穂ノブマロ男爵が1888年に、 発見するまで本種が認識されていなかったため、和名には高千穂の名が付けられている。しかし高千穂による発見のおよそ20年前には、すでにドイツの学者、ビルヘルム・ペータースによって、日本産と思われる標本に基づく研究と記載とがなされていた。また夜行性で人目に触れることが少ないため、かつては幻の蛇と言われたこともがあるが、 現在では人目につかないだけで特に珍しい種類ではなく生息数もそれほど少なくないと考えられている。ありがとうございます。